皆さんこんにちは、ニールセレクトショップの玉江と言います。私たちはインターネットで腕時計の販売をしています。このニールチャンネルでは腕時計の良さとか新しいこう新作モデルの紹介とかですね、あとは機能のこととか、そういったことを皆さんにご紹介できたらいいなというふうに考えています。よろしくお願いします。今日はですね、 G-SHOCK の中でも話題沸騰ですね、このフルメタルシリーズですねから、最新作の GMW B5000MB ですね、マルチフィニッシュブラックっていうことで、いろんなその加工を施した、例えば鏡面仕上げであるとかヘアライン仕上げであるとか、今回新しく使われたホーニング仕上げ、こういういろんな加工をこう、一つの時計の中で楽しめる、でマルチフィニッシュですね、この最新作を中心にご紹介しながら、めちゃめちゃ売れてるこのもうすでに発売されているモデルですけれども、このフルメタル全てご紹介していけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、G-SHOCK ですけれども、そもそも誕生したいつやねん言ったら1980年なんですね。で、誕生してからすぐにはねヒットしなかったんですけど、アメリカの方でアイスホッケーの選手が G-SHOCK の初代のね DW5000C という時計を、なんていうんですか、アイスホッケーのあのこんな丸いねパックっていうかな、あれをこうホッケーの棒でねシュートすると、でそのパックの代わりに G-SHOCK をシュートしてキーパーが止めて、グローブの中に G-SHOCK 入っとるわけですけども、ここにカメラがアップで寄ったらまだ動いとったっていうね、この CM が大ヒットして、そこから G-SHOCK のね大ヒットというか大ブレイクが始まるとっていう流れなんですね。で、初代のその DW5000C っていうのが、八角形の形状で、まさにこの形状なんですけども、これオリジンって言われていて、 G-SHOCK のオリジンと言われていて、 G-SHOCK がすごく大切にしているデザインなんですね。それを今回踏襲して、初代の G-SHOCK 樹脂製ですから、それを完全にフルメタルにして再現したというのがこのフルメタルシリーズなんです。あとそのオリジンからずっと踏襲しているのが、この八角形の形状というのと、上にプロテクションという、ね、文字が入るのと、で下に G-SHOCK のロゴが入ると、このパッケージ、この八角形にこのプロテクションと G-SHOCK というパッケージ自体がオリジンのデザインですね。すごく大切にされているデザインになります。あと、ついでにご紹介しておくと、この両サイドに置いているアナログモデルですね。この丸いアナログモデルは、これ AW、アナログの A ですね。アナログウォッチ AW の500っていう、G-SHOCK、もともとこのデジタルの DW、デジタルウォッチの DW5000 から始まったんですけども、アナログウォッチとしては AW500 っていうのが一番最初のオリジナルモデルになります。この両サイドの AWM500、アナログウォッチメタルですね。AWM500 っていうのはその AW500 のオマージュというか復刻メタル版ですねというふうになります。これも同じようにケースの上にプロテクションと入って、下に G-SHOCK と入る、この辺はデザインとして一緒ですね。これら DW5000 と AW500 の復刻メタルシリーズ、これがフルメタルシリーズですね。はい、このフルメタルシリーズですけれども、電波ソーラーになってますね。で、マルチバンド6ということで、日本で2カ所、九州と福島県に電波塔ありますけれども、これ2カ所で、中国で北米ですね、とヨーロッパ2カ所、イギリスとドイツ、この6つの電波塔から電波を受け取ることができると。なので、日本、北米、あとアジア、中国でアジアですよね、でヨーロッパであれば、電波を受け取って時刻を修正するという正確に時刻を刻めるモデルになっています。これも初代の、DW5000 にはなかったところですけれども、Bluetooth 搭載していて、コネクテッドですね、スマホとコネクトすることができるようになってますので、スマートフォンの方で、例えば時間をアメリカの時間にしたいとか操作すれば簡単にこっちの時間が変わるというコネクテッドウォッチになってますね。あとはタフソーラーなんで電池交換いらずと、太陽光とか蛍光灯の光から充電することができるというモデルになってます。フルメタルシリーズね、これだけじゃなくてもっとたくさんたくさん出ていて、限定も結構出たんで、限定品なんかね、もう何でしょう、50個とか入荷しても、予約の段階で例えば予約開始から10分とかで売り切れるんですよ。なので今もご紹介できないようなモデルもたくさん出てたんですけれども、この今お見せしている分は定番モデルといって、
まあ、売り切れてもまたメーカーは生産続けているので、またリピートで入荷してくるモデルになってるんですけれども、まあ、新作のでもこの GMW-B5000MB ですね、マルチフィニッシュドブラックのこちらもまあ発売してるんですけれども、発売と同時にやっぱ完売して、ようやく第2弾が入荷してきたとこなんですけども、もうこれも多分もうすぐ完売ですね。できればお早めにチェックしていただいてお買い求めいただいた方がいいかなというふうに思います。まあ、最初に出たねフルメタルとして一番最初に出たこの GMW-B5000D、 このシルバーのやつですね、こちらももう大人気でですね、もういくつ売れていったかわからないぐらい売れてます。でこのゴールドのモデル GMW-B5000GD ですね、ゴールドで GD、 このモデルもやっぱりすごい大人気ですね。なのでぜひぜひお早めにご検討いただきたいなというふうに思っています。で最新作ですね、 GMW-B5000MB マルチフィニッシュドブラックですね、まあ、先ほども申し上げましたけども、いろんな加工を施しながら楽しむことができると。で同じブラックで言えばこちらもブラックなんですね。 B5000GD の1ということで2018年に出たモデルなんですけれども、こっち結構ブラックなんですね。真っ黒な塊っていう感じなんですけども、今回の MB に関しては若干ちょっとこうトーンが明るいというか、ちょっとグレー寄りというか、まあ本人加工しているというところもあるんですけれども、ちょっとグレー寄りで、でこのラギット感ね、もうギラギラしてるじゃないですか、みんなこれはこれでええんですけど、すごくいいんですけど、今回はちょっとそれを抑えて本人加工することでちょっとマットな感じに寄せてですね、若干大人っぽいというか、そういう仕上がりになってるところが特徴ですね。まあちょっと大人向けモデルということで、まあ、仕上げの違い、いろんな鏡面とかホーニング加工とか仕上げの違いで、そういうまあ風合いの違いをね、楽しむ余裕を持った大人がつけるモデルという感じかな。まあこれまでさまざまフルメタルモデル出てきましたけれども、まあ、このラギット感のあるシルバー、それからゴールドでオールブラックね、これもねちょっとこうツヤありブラックケースも施してるんで、まあラギットですよね。でそういうグロス感のあるものはちょっとやっぱりつけにくいなみたいに思ってらっしゃった大人の皆さんに、ぜひ今回はいけるんちゃいますかというところですね。はい、ではですね、まず最初に最新作ですね、 GMW-B5000MB マルチフィニッシュブラックから見ていきましょう。これはマルチフィニッシュということでですね、さまざまな表面処理をされているモデル、それを楽しむというモデルになってますけれども、一番多く対応されているのがホーニングですね。この辺ですね、ちょっとマットな質感になっているところがホーニング加工と言われます。細かい粒子をこうぶつけて研磨するという噴射して、まあ、研磨するというような感じの加工方法なんですけれども、こういうまあマットなね、光が当たってもあんまりギラギラ反射しないマットな仕上がりになります。これが一番多く使われているホーニングですね。でベゼルですね、ベゼルの底面からいきましょうか。この光が当たるとシルバーに見えるとこね、このプロテクションとあとは G-SHOCK っていうねロゴの入っているこれベゼルの底面はですね、実は全体に IP ブラックの加工をされた後でその処理をもう一回剥離してですね、剥がしてちょっと手間かけてこれ作ってますけれども、なのでここだけ全然違う質感になってます。光が当たるとだからベゼルのトップだけはシルバーみたいに見えますよね。光がなくなるとライトグレーみたいな感じでしょうか。これがまあ2つ目の処理ですね。あとはですね、プッシュボタンミラー仕上げになってるんですね。これは蓋はミラー仕上げですね。でバンドの固定ビス、バンドの固定のこちらのビスはミラー仕上げになってると、こうキラッとしますよね、ここだけ。でバンドはホーニングがまあ基本メインになってるんですけれども、横の部分は実はですね、サイドの部分これヘアライン加工なんです。なので光り方がちょっと違うと思うんですよ。ここがヘアライン仕上げですね。で表面をホーニングで、さらにまあこのこうまだ接合部分ですね、ここにだけミラー仕上げを入れてると。バンドだけでも3つの仕上げがあるんですね。でバックルはこれはホーニング仕上げになってますね。まあこのホーニング仕上げの良さの一つとして、細かい傷とかあとは指紋とかつきにくいんですね。
表面仕上げにしてしまうとやっぱどうしても指紋がつきやすいので、ベタベタした指紋がつきにくいというのがホーニング仕上げのすごくいいところの一つですね。まあ見ていただいたら分かるようにですね、そこまでブラックしてないんちゃうかと思うんですけど、なのでちょっとまあマット感もあってダークグレー、ガンメタのマットっていう感じかな、そういうカラーリングになってるのかなというふうに思いますね。ここでですね、せっかくなので2018年に出たですね、こちらまだ定番で販売してますけれども、 GMW B5000GD の 1JF という、まあ、ブラックのモデルですね。同じようにですね、あのベゼルの底面一回削り取ってるんですけども、その上にまたさらに IP を入れてると、 IP でイオンプレーティングのことですけれども、蒸着処理ですね。なのでこっちはまだからフルメタルに近いカラーリングですね。に対して、今回の MB マルチフィニッシュの方は削ったままシルバーで残した感じになってるので、ちょっとまあ見え方が違いますね。あとやっぱりそのブラック、同じブラックって言ってもですね、ちょっとこの黒の濃さが違いますね。やっぱ新しい方は若干グレーに近いというかダークグレーな感じですけども、もともとある既存のモデルはブラックになってると。ミラー仕上げすごく多用しているので、このギラギラしたラギットの感じがすごくありますね。今回のはちょっと落ち着いたマットな仕上げになっています、まあ、こんな違いがあります。はい、で構造的な、ね、お話もしていこうと思うんですけれども、これも他のフルメタルと共通ですね、共通の部分になりますけど、まず特筆するのがですね、ここですね、バンドとケースをつなぐ部分が、これケースから足が3本出てるんですね。これ通常足2本なんですよね、バンドガチャコって入ってピンでぐさっと刺すとっていうのが通常の時計の作り方です。これ足がケースから3本出ていて、でバンドの方から2本出て、で接合されると。これも単純に何か言ったら強度ですね、強度を高めると。足2本やったらやっぱりそのもし落下した時にそこが曲がってしまうとピンがすぐ曲がる。だけど足をこの3本と2本計5本でつなげることで、落下した時の衝撃を分散させることができるので、こういうところにも対衝撃のこだわりが詰まってますね。で、まあ、これも対衝撃のための構造なんですけれども、ケースがですね、実はメタルとメタルケース2つあってですね、まあ、上からかぶせるかジャコってかぶせるパーツと、その中にこれ中にもう1個メタルのパーツ入ってるんです。ここから見たらちょっとだけ見えてますけど、この裏蓋と外側の上のケースの間にちょっと見えてるやつ、これ実は中のケースなんです。この外さで見えへんのですけど、中にもケースが入ってて、その上にこの外側の本人加工されたらケースをパカッとつけてるんですけど、その間に実は樹脂が入ってるんですね、赤い樹脂で。最終的にこの裏蓋、これスクリューバックになってますけども、通常の G-SHOCK 結構ビス止め多いですけど、このフルメタルシリーズはスクリューバックになってますね。これの方が防水性能と強度が高いと、っていうような4つのパーツでケースが作られてるんですけれども、まあこの中に樹脂を入れることで外側のケースと中のケースが密着度合いが増してですね、さらに樹脂がクッションになって衝撃を吸収するので対衝撃性が高くなるとっていうこだわり抜いたようなケースの構成になってますね。で面白いのがですね、あのこの中のケース、裏蓋と外の本人加工されている外のケースのちょっとほんの1ミリぐらい見えてるか見えてへんかぐらいの中に入ってるケース、ここにも実はイオンプレーティングで IP ブラック加工されてるんです。気抜いてないんですね、ここも。これなんでかっていうと、まあ、こんなん見えへんところやからどうでもいいんちゃうかと思うんですけど、 IP ブラックを加工することでまた強度が増すんですよね。そこまでまあこだわってとことんこう手が込んでるという感じですね。はい、でそもそもの PW5000C から継承されてるこれ八角形の構造のこのケースですよね。もともとは樹脂で作られてたわけで、でそれ今回フルメタルシリーズが誕生するときにメタルになるわけですけれども、樹脂で作るのとメタルで作るのって全然ちゃうんですよね。見た目私たちはあメタルになったんやみたいな、かっこええなって見てますけど、まあ、素材が変われば作る工程が変わると。樹脂やったら
まあ、型に流し込めばその形が出てきてポコッと生まれて、で組み合わせれば出来上がりますけど、メタルって違うんで、これステンレスの塊を鍛造加工でガシガシこう金型で叩いて作り上げる感じになるんですけど、樹脂とは全く工程が違って手間が全然違うんですよね。叩いて造形して磨きを入れて、でまた叩いて造形して磨きを入れると、なんか10回ぐらいその工程を繰り返さないとこの形に作れないんですよね。すごい手間がかかってるんです。樹脂とはだから全く違うし、この質感、メタルでしか出せない質感は樹脂には出ないですもんね、やっぱり。だから、まあ、先ほど申し上げましたけども、さらにまあ電波が入って、電波機能が入って、タフソーラーが入って、で Bluetooth で携帯にもつながると、そこまでやっぱり G-SHOCK が進化してきたということなんですね。はい、いかがでしょうか、このマットな感じ、放入加工されたマットな感じの GMW-B5000MB の 1JF ですね。こちらお値段の方がですね、7万7000円税込みになっております。で大きさは 167g、 まず重さですね、これまあメタルパーツ全部つけた状態で 167g ですから、まあ、若干コマ抜いてもらってサイズ調整するともうちょっと軽くなると。ちょっとだからステンレスなんでちょっと重みはあります、当然ながら。でケースサイズが縦が 43.2mm、 横が 49.3 ですね。ケースの厚みは 13mm になっています。このサイズ感はあのデジタルのフルメタル全部一緒です。同じサイズ感になってますんで、後で腕つけてみるんで、はい、これが最新作になります。はい、ではですね、2番目に紹介するのがフルメタルの初代 GMW-B5000D の 1JF。 これ2018年の4月に発売されたんですけれども、出てきた時これ衝撃でしたね。5000シリーズがメタルになったんかと、もうラギット感すごいギラギラしてるし、もう最高やないかいということで、ものすごい話題になったモデルです。海外でも大人気ですね、これ。未だにあのめちゃめちゃ売れてて、 G-SHOCK の中でもこれが大ヒットモデルになってますね、フルメタル。こちら分かりやすいですね、カラーリングがシルバーとブラックになってるんで、足の部分ですね、ケースから3本足が出てることがよく分かりますね。でバンドの方から2本足が出て、ここにピンが刺さってバンドとケースがつながれてると。強度が高いですね。これでちょっと気づいたんですけども、ちょっと樹脂見えるんですよね、これ。うっすら赤いの見えるの分かりますかね、このケースと裏蓋のブラックの間に奥の方にちょっとだけ赤いの見えてるんですけど、お買い上げいただいた方はちょっとぜひこう覗いてもらったら、赤がちょっと見える。これがあのさっき申し上げたサンドイッチにされてる樹脂ですね。赤い樹脂がサンドイッチにされてます。はい、あとはですね、まあ、ケース、これミラー仕上げですね。ケースミラー仕上げになってギラッとしますね。ベゼルのトップは削ぎ落とされてますけれども、でバンドはヘアライン仕上げと、コマの中がミラー仕上げになってます。あとはまあボタンがミラー仕上げやったりとか、裏蓋がミラー仕上げやったりとかっていうのは、まあまあ他の先ほど紹介した最新モデルと一緒ですね。バンドのサイドはヘアライン、表もヘアラインね。こちらお値段の方がニールの特別価格で 52,800円税込みですね。ケースサイズの方申し上げておきますと、先ほどのものと一緒なんですけども、縦が 49.3、 横が 43.2、 そして厚みが 13mm ですね。重さはバンド調整していない状態で 167g となります。はい、ではですね、次2018年に出てきたモデルですね。これは2018年の9月に出ました GMW-B5000GD の 9JF ということで、ゴールドですね、まあ、先ほどのモデルのゴールドバージョン。こちらもまあミラー仕上げのケースとベゼルトップは削ぎ落としたようなヘアライン加工になってます。でサイドもヘアラインとミラー仕上げのコンビネーションですね。安定液晶ですね、ブラックの液晶にクリアなフォントと裏蓋鏡面仕上げになってます。バンドも基本はヘアライン仕上げで、でサイドもヘアラインですね。コマの中だけ鏡面仕上げが入っていて、これによってちょっとキラキラと輝いて見える感じですね。はい、シルバーとゴールド一緒に見るとこんな感じですね。シルバーは反転液晶じゃないので、ゴールドの方がちょっとブラックな
文字盤の印象になりますね。こちらゴールド、ちょっとシルバーよりも高いんですけれども、ゴールドアイピしてますからね、ちょっと高いんですけれども、ニール価格で 59,840円になります。ケースサイズは一緒ですね、重さ 167g で、ケース縦が 49.3、 横が 43.2mm で、厚みは 13mm になっています。はい、ではこちらですね、先ほどのゴールドと同じタイミングで発売になりました、2018年9月ですね。この衝撃的なオールバーク出たなおい言うて、もうこの頃は何て言うんですかね、フルメタル次何色でんねんみたいな感じの、まあ、G-SHOCK 界隈大騒ぎしてた頃ですね。はい、これブラックモデルになります。品番の方がですね、 GMW の B5000GD の 1JF になります。シルバーとゴールドと同じようにですね、ケースは基本的にミラー仕上げとヘアラインの融合になってます。なので光の輝き方がヘアラインとミラーで全然違うので、キラ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 しますね。バンドは表がヘアラインですね、サイドもヘアライン、これも一緒ですね。でコマの中だけ、ミラー仕上げが入って、そこがキラキラ光るという感じですね。はい、サイズ感はまた一緒なんですけれども、167g ですね。でケース縦が 49.3mm、 横が 43.2mm で、厚みが 13mm と、ね、なっています。お値段の方がですね、こちらはブラックIP施してます、シルバーより高くなるゴールドと同じ値段ですね、 59,840円になります。はい、いかがでしょうか、ブラックです。はい、では続いてラウンドですね、アナログの丸型モデルいきましょうか。これは AW500 というオリジナルモデルからの進化バージョンですね。このシルバーのモデルは AWM の 500D の 1AJF になります。これ実はですね、先ほどまでのデジタルのモデルよりもですね、このケースのディティールって実はこだわり深いと思うんですね。私まずこのベゼルトップは縦目のヘアライン入ってますよね。でサイドの部分はヘアライン加工、 G-SHOCK のロゴのところはヘアラインですけども、その上が鏡面ですよね。こちらここまで鏡面になってて、こっちヘアラインで、ここ鏡面、これ別体パーツみたいに見えるけど全部一体なんですよね。これ結構な技術だと思います。かなりシビアに作り上げてるんじゃないでしょうか。サイドから見てこんな感じですね。でこれまた同じでですね、4つの別体パーツでケースが構成されてます、まあ、裏蓋、それから今見えているこの表のケースで、中にもう1個センターケースという中にケースあるんです。これもやっぱりブラックIP加工されてるんですよね、強度上げるために。でそのケースとケースの間に赤色の樹脂が挟み込まれてるという構造になってます。バンドとのつなぎ目部分も一緒ですね。ケースから3本足が出てきて、でバンドから2本足が出てドッキングして強度を高めるっていうのも一緒です。デジタルと同じですね。もうちょっとだけ言っておくとですね、ケースがこれ横にラウンドしてるんですね、ここの足の部分ね。でこれが、まあ、当然縦にもラウンドしてて、コマの部分に行っても1コマ目も2コマ目も横にラウンドしながら縦にラウンドしてるっていうね、これすごいこう腕なじみがいいように作られてるのもあるけれども、この加工めっちゃ手間かかったやろなっていうのがすごく思います。はい、でバンドの方はですね、これまあ下の部分が鏡面仕上げになってて、上の部分がヘアライン仕上げになってると、それで結構キラキラ輝くバンドになってますね。どうですか、カシオのね技術者たちのこだわりが見えるようですよね。ここまでやるかっていう感じの造形美だと思います。こちらケースサイズ言っておきましょうか。重さがですね、デジタルちょっと重たく、これ厚みがねあるんでね、デジタルちょっと重たくて 175g で、ケース直径が 44.5mm ですね。厚みがですねちょっとだけ厚くなります、 14.2mm、 デジタルの方が 13mm でしたので、ちょっと 1mm 強厚くなったっていう感じですね。まあ、アナログ言うけども61にはデジタルもあって、そこでしっかりデジタル表示もできますので、アナデジですね、アナデジモデルですね。はい、いかがでしょうか。はい、で最後にご紹介するのが
アナログアナレジモデルのゴールドですね。AWM の 500GD の QAJF になります。こちら2020年ですね。さっきシルバーと一緒にデビューしましたけど、2020年11月にデビューしました。これ出た時もね、あれですよ。フルメタルの中でアナログ来たかみたいな感じでした。びっくりしましたね。アナログも来たんかっていうね。今 G-SHOCK はね、フルメタルが熱いですから。どうでしょう。やっぱゴールドギラギラしてますね。ケースのね、表面仕上げはやっぱシルバーと一緒ですね。ヘアラインとこれ表面ですね。しっかり使い分けてるけど、これ一つの塊ですからね。一つの塊をこんだけ仕上げを変えるという手間が込んでますよね。ボタンはミラー仕上げになってるし、はい、形状は全くシルバーと一緒です。ゴールドレッドのアクセントが効いてますよね。こんなモデルになってます。こちらですね、お値段の方がちょっと上がりまして、シルバーにも上がりまして、59,840円ですね。重さ 175g で、ケースの直径は 44.5mm、 厚さは 14.2mm。 これシルバーと全く一緒です。はい、シルバーとゴールド一緒に見るとこういう感じですね。どうですか、まあ、両方ともかっこいいですよね。ゴールドはゴールドでこれつけてたらまあまあ目立ちますよね。シルバーやっぱシンプルやけども、なんなんそれっていう感じの存在感ですね。いかがでしょうか。はい、つけた感じこんな感じになりますね。こうなんかマットな感じでいいんじゃないですか。このバンドのコマの両サイドにある穴というかね、このへこみがすごくインパクトが出ていいですよね。ビス止めされてるみたいな、そんなイメージでしょうか。厚みこんな感じですね。はい、こんな感じ。私手首 16.5cm です。はい、これ定番のシルバーカラーになりますね。どうですか。いいですね。これまたラギットなキラッとした感じが素敵ですね。ではゴールドです。これもまあラギットでね、ギラッとした感じがいいですね。シルバーではちょっと物足りるのっていう方にはこれゴールドいいんじゃないですか。手首は 16.5cm です。はい、ブラックですね。ちょっとラギット感のあるブラックカラー、オールブラックです。これもまあシンプルというか、まあ、ちょっとギラッとしたところはあるけども、ブラック、オールブラックっていう感じではちょっとスポーティーでいいですね。こちらアナログモデルですね。バンドがね、デジタルモデルよりも結構ギラギラ光る感じですね。ミラーが多いんで結構ギラギラ光りますね。まあ、またそれがかっこいいですけどね。初代のね AW500 よりもちょっと一回りちっちゃくなってるんです。これでもメタルにするときにやっぱちっちゃくした方がええんちゃうんかということがあったみたいで、ちょっと厚みがねデジタルでもちょっとある感じが分かりますかね。まあ許容範囲内と思いますけども、シルバーですね。はい、アナログのゴールドですね。なかなかのギラッとした感じしますね。文字盤の赤のアクセントがすごく効いてていいですね。はい、こんな感じになってます。はい、ということでですね、今回まあたくさんフルメタルご紹介してきましたけれども、いかがだったでしょうか。それぞれの音系の詳細に関してはですね、概要欄にリンク貼っておきますんで、それまた見ていただいたらいいなというふうに思います。まあ、なんせ最新作のこの GWM-B5000MB 大人っぽいマットのブラックのモデルですね、2022年3月発売の最新作になってますので、こちらはもうぜひチェックしていただいてですね、すぐカゴが開いたらすぐ買っていただくような感じじゃないとちょっと入手難しいかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。他にもですね、こんな時計紹介してほしいとか、この機能についてしっかり教えてほしいとか、何かそういうご意見ございましたらですね、コメント欄にお書き込みくださいましたら、また私たち検討してそういう動画も撮っていきますので、よろしくお願いします。あと高評価ボタンと、チャンネル登録ですね、こちらもぜひお願いしたいと思っています。
はい、今日も長い動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。